しんべヱ。やるじゃない。やったな。すごい。慎重すぎる。やれやれ。行くぞ。なあアルミン、今森の奥で何かやってるみてえだが、なんとなく察しがついてきたぞ。あの女型の巨人を捕獲するためにここまで誘い込んだんだな。もっと正確に言えば、奴の中にいる人間の捕獲だ。エルヴィン団長の狙いは最初からそれだった。壁を壊そうとした巨人は多分エレンと同じ能力を持つ人間だ。なら真っ先にやることはその人間を特定すること。そしてさらに彼らの一員とおぼしき女型の巨人を捕獲すれば、この世界の真相そのものが手に入ると期待できる。おう、無事だったか。あちらどうだった。そうだね。でもひとまずは君が無事でよかったよ。それにしてもどうして団長はエレンが壁を出たらそいつが追ってくると確信できた。トロストクが襲撃された時、彼らは途中で攻撃をやめてしまった。ボールローゼを塞ぐ内扉まで破壊しなければ彼らの目的は達成できないはずなのに。おそらく途中でそれどころではなくなったんだ。理由は壁の破壊より重要視すること。つまりエレンが巨人になって暴れ回ったこと以外には考えにくい。ってことはつまりエレンの巨人化をあの場所で見ていた者の中に諜報員のようなのがいるってことか。だからこそこの作戦を一部の兵にしか教えなかったってことかよ。だが、だとしても釈然としねえ。もう少しくらい多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。うん、僕もそう思ってる。後でこうするべきだったっていうことは簡単だ。でも結果なんて誰にもわからないよ。だけど選択の時は来るし、しなきゃいけない。団長は100人の仲間の命を切り捨てて壁の中の人類の命を選んだんだ。大して長くも生きてないけど、確信していることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。
我々の任務はこの巨大樹の森に巨人が侵入するのを阻止することである。全ての巨人と交戦する必要はない。森へ向かう巨人のみ発見次第駆逐せよ。行ってやろう。ここで巨人を食い止めろだと。ふざけた命令しやがって。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって。それは命令に従う。お前もそうするべきだと思うんだろう。あの縁談、助けが必要だな。落ちた。捕らえた。当然さ。そこで何やってんだ。ここに迎撃用の拠点を作ることになったの。あなたたちも手伝って。捕らえた。狙い通り。相手する。大丈夫だよ。拠点の準備ができたから、みんなうまく使ってね。あの縁談、助けが必要だな。行ってやろう。ここに拠点をこさえなきゃならねってのに、あいつら邪魔しやがって。ユミル、僕たちも手伝うよ。狙い通り。あんなの無理だ。準備はできた。ああ、拠点を作っておいてやったぞ。私に感謝してありがたく使えよな。相手する。あっち。行ってやろう。完璧だろ。相手する。あんなの余裕だ。当然さ。いい働きだ。行ってやろう。
これで貴公子は駆逐できたな。なんで急に走り出したんだ。こいつら全部貴公子だったのかよ。なんでもいい、ここを通すな。当然さ。行ってやろう。森の内部に向かっていく。さっきの声の主はきっとあの巨人だ。狙い通り。あんなの余裕さ。捕らえた。狙い通り。相手する。巨人は片付けたが、仲間とはぐれちまったみてえだな。森の中の様子はどうなってるんだ。さっきの叫び声は一体。かなり討伐はしたけど、森の奥に入ってしまった巨人も少なくないはずだ。拠点を立てな。救援要請だ。
てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、仁王像。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おいてめえ、さっき何かしやがったな。女型の巨人を狙っているのか。全方位から巨人出現。総員戦闘開始。女型の巨人を死守せよ。おい見ろ、巨人が巨人を食ってやがる。まさか女型は自分の体を食べさせて捕獲から逃れようとしているのか。相手する。あそこで交戦中か。加勢しねえと。巨人が一斉に森に入ってきたんだ。手を貸してくれ。完璧だな。なんとかここは片付いたようですね。おかげで命拾いしたよ。あそこで戦ってる人が。おい、悪いが加勢してくれ。ゲルガーだね。一人じゃ分が悪そうだ。女型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。軌道に有利だ。視界が制限される。慎重に進もう。あの叫び声、巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。当然さ。無事に切り抜けられてよかったですね。助かったぜ。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ。分隊長、考えるのは後にしましょう。厄介な状況だな。このままじゃ女型が食い尽くされるぞ。味わいな。捕らえた。捕らえた。いざ。どの瞬間に木陰から巨人が飛び出してきたっておかしくねえぞ。行ってやろう。新手の巨人は近づいてる。巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。ほらよ。捕らえた。狙い通り。あんなの許せた。ロマンスまでだ。行けさ。こいつらを全部倒すのはさすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。
新兵がいたものだ。狙い通り。落ちたら。あんなの余裕だ。言ってやろう。早く食い尽くされると目型の中にいた者は ゲルガーだね。一人じゃ分が悪そうだ。目型に群がっている巨人を片っ端から始末するしかないね。捕らえた。狙い通り。うざ。森は立体軌道に有利だ。視界が制限される。慎重に進もう。あの叫び声、巨人どもを呼んだってわけか。面倒なことしやがって。自分の体を食わせて証拠を隠滅しようというわけか。ねえ、どんどん巨人が集まってくるよ。私たちには興味がないみたいだ。なぜ副隊長、考えるのは後にしましょう。Thank you.
手の巨人は近づいてる。こう巨人が多くては俺の鼻も役に立たん。さすがに無茶じゃないですか。引き際はエルヴィンの判断だ。今は目の前の敵に集中しろ。面白いやつだ。捕らえた。西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ。敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか、自分ごと巨人に食わせた情報を抹消するとは。
審議所であれだけ啖呵切った後でこのざまだ。このままのこのこ帰ったらエレンも俺たちもどうなることか。帰った後で考えよう。今はこれ以上損害を出さずに帰還できるよう尽くす。今はな。俺の班を呼んでくる。待てリヴァイ、ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だエルビ、お前の判断を信じよう。お前か、何をもたもたしてる。ならさっさと撤退しろ。遅れるな。総員撤退だ。作戦は終了した。帰還する。